タビオルジの塚です。あ、タビオルジの塚です。やっぱカメラに人前で話すのワンハンティービーぶりですね。そうですね、うん、もうほんと 2,3 ヶ月ぶりだよね、うん、ちょっと久しぶりに YouTuber するな。いや、めちゃくちゃ久しぶりだな。緊張するわね。というわけでね、まあこの動画はね、僕たち2人がね別々この先旅していくんですけど、まあそれについて津田がね旅する日も決まったということで、お互い別々のチャンネル作ることになったので、まあその報告をしようかなっていう感じです。はい、まあ一旦その前に4年半ぶりの日本、3ヶ月どうですか？いやー、なんか落ち着いてますね。いやー、良くない？めっちゃいいよね。すごく落ち着いてる。日本めちゃくちゃいい国なんだよな、うん、生活も、うん、日本という国も生活もすごい落ち着いてるわ。一旦すごくね、もうその日本食何食ってもうまいし、インフラとかそのゴミがないとかいろんなことにびっくり舌をして、一旦もう慣れましたね。まあね、日本に、まあ日本人の感覚に一旦なりました。うん、一旦なったね、うん、でも本当に最初の2週間1ヶ月ぐらいはもういろいろ、うわーすげえなーみたいなね、うん、なんか高速道路の重なり方とかさ。いや本当になんか地下鉄全く臭くないとか。うん、そうだね。一回大阪行く前にエスカっていうさ、あるね、ビッグカメラの方に地下通路があるんだよ、うん、それのビッグカメラに一番近い出口が死ぬほどションベン臭くて、おー、うわションベン臭えってなった。ラパス思い出した。ラパス思い出した。うわ臭っみたいな、うわめっちゃ臭いやんってなって、ラパスの匂い。そう、皆さんもね一回来てください、名古屋のビッグカメラの近くの地下通路からの出口、あ、一番奥のね、ウィラーバスの、そうそう、ところの目の前ですね、ウィラーバスの乗り口、あそこバカ臭い、うん、じゃあ日本のいいとこ一個語っとく。俺はすごい日本のいいところっていうか、まあ、特徴だと思ってるんですけど、やっぱりこのなんだろうな、やっぱ日本と海外を比べると日本ってこうだよねみたいな感じで、ちょっと悪く言いがちな、ネガティブに捉えがちな部分でもある気がするんですけど、やっぱ日本人はすごく真面目によく働くなと思いますね。すごい意識高く、うん、うん、すごく意識が高い。いいよね、なんかいろんなことに対してやっぱプロ意識が高いし、ラテンの国々は生活の中に仕事をたまにしてるって感じ、うん、なんかなんだろうな、やっぱ家族と過ごす時間とか友達と過ごす時間がすごい大切だし、バスとかもすごい来るの遅かったりするし、ゆるいじゃん、うん、でもやっぱ日本はそこら辺すごく真面目できっちりしてて、なんだろうな、本当にそこら辺のバスの運転手だったりとか、まあカフェとかファミレスの店員とかでさえもすごくサービスがもはやプロ意識、うん、確かに全てのことに対してプロ意識が高いし、キャリア的にも、まあ、このまま行ったらこうなってこうなってみたいな、で将来的にはこんなことしたいなみたいなことがすごく明確にある。うん、確かに名鉄バス乗ってもさ、席が空いてるとさ、うん、座るまで発車しんもんね、運転手ね、座らないとね。そう、座ってくださいとか手すり捕まってくださいって言ってから発進するやん、うん、名鉄バスの運転手もう、あと俺到着する10秒前に立ったら、お客様はまた立たないでくださいって言われる。俺も言われたこともある、うん、あ、すいませんってなった。大丈夫だよと思うんだけど、うん、すごいなっていう、ね、まあ、その目の配り方がね、うん、細かいところへの心遣いというか、うん、ネガティブに捉えがちだけどすごくいいところだし、日本人らしいなっていうところですね、うん、独特だよね、うん、これゆえの日本の良さだよね。そうですね、これは変わってほしくないですね、うん、それをネガティブに言っちゃったらね、日本が日本じゃなくなるっていうかね、うん、日本って独特な国だなっていう部分がね、なくなっちゃう気がする、うん、海外の人はこれをすごくポジティブにかっこいいみたいな感じで捉えるしね、うん、うん、俺日本は空気きれいだと思うわ。空気ね、うん、綺麗だね。空気めっちゃ綺麗じゃない、うん、どこでも。いや、そうだね。名古屋とかさ、東京とか大阪とかさ、あんな車走っててさ、もっと汚くていいやん、空気。うん、もうリマとか、メデジンとか、ボコタとか、サンパウロとかさ、マジ汚いじゃん、空気。まあね。もう車もピッカピカだしね、走ってる車。いやね。すごい日本の車。本物の車、一台も走ってないもんね。ね、それこそ僕たちのね、友達の陣屋が、アクア10年乗ってるって聞いてびっくりしたもんね。お前10年乗ってんのっつって。いや、確かに。一つの車。すげえなーってなったけど、未だに燃費って言うしね。うん、マジかよと思って、すごいよ日本車って思ったよね。だからもうどこでもタバコ吸いたいけど、ちゃんとみんなくっ
せえ喫煙所で吸うもんね。いやまあね、確かに日本の喫煙所地獄だよ。俺あんなところで吸いたくないもん。いや吸いたくない。俺あんなところでタバコ吸うぐらいだったら我慢するもん。東京駅も帰ってきてすぐ吸ったやん。あ、前は吸わなかった。俺は吸ってないけどね、翔平さんと俺で吸ったんだけど、その時はまだ禁煙所だったから。うわやっばと思って、いやこんなんだったらもうそこら辺の道で吸った方がうまいやん。いやもちろん日本なんてさ、うん、空気どこも綺麗やから、うん、でみんな吸わんやん。いや吸わないよ、周りのね、うん、非喫煙者のために。まあ、東京だったら特にダメだしね、あの区によってね。そうそう、新宿とかダメだよね。ダメっていうルールをちゃんと守るよね。まあね、うん、うん、守らんて、まあ、なんで吸えるような空気じゃないもんね。でもね、うん、まあね、まあ、そもそも喫煙率日本人高いなとも思うけど、うん、コンビニのレパートリーとかね、もう何買っていいか分からんやん。間違いない、ジュース、うん、今まで俺らなんてコーラ、スプライト、インカコーラ的な的なね、ガラン的な、うん、エナジードリンクか水か安コーラ、7種類ぐらいの中からティーエンドで選んでたよ、うん、日本帰ってコンビニ行ったらお茶だけで20種類ぐらいある。いやまあね、うわどうするってなるよマジでカルピス、カルピスソーダ、カルピスソーダの期間限定とかね、ぐ、うん、ぐんぐるとどれもうまい。シュークリームもうまいし、スイーツもうまいしね。スイーツうまいね。ケーキ的なものがうまい。甘すぎないもんね、うん、結構喋りすぎてる気がするけど、もう10分喋ってるよ。一番うまかったなって飯だけどうぞ、うん、あ、一番うまかった飯か、うん、うーんとね、これなんだろうな、ガツンともうあれうますぎたなっていうので言うとちょっとね多いから、ちょっと俺パッて俺分かんないんだけど、うんうん、シンプルに俺予想通り一番食ってるものはやっぱココイチですね。もう帰国前から言ってたんだけど、そう、もうココイチが一番恋しいなってずっと言ってたんだけど、うん、やっぱねめちゃめちゃ食ってる。10回食ってんじゃないかな。高いけどねココイチ。うん、高い高い。てか900円ぐらいするし、そんな行く店じゃないあ、そう、行くよ。行く、少ないもんココイチ。俺少なって思う、 もっと多くていいと思う。2回しか行ってないわ。あー、でも2回行ったんだね。でもね、まあそこ3ヶ月で2回ってまあまあ言ってるか。うん、まあまあ言ってる何頼むの。いや結構バラバラだけど、俺はソーセージカレーが多分一番好きで。わんぱくだね。うん、小学生みたいだね。そうえ、ソーセージカレー。ソーセージカレー。いや、ソーセージカレー、いやいや、そんなヘジョハダみたいな感じで入ってないでしょヘジョハダみたいな感じで。リングイッサだっけ。リングイッサじゃないよ。うん、ああいうので入ってない。リングイッサではないけど、ちゃんとパリッとしたソーセージがポン4本乗ってるっていう、あれがいいじゃん。いやでもちょっと普通だな。あ、普通、うん、じゃあ普通だと思う。俺アサリだった。アサリ、あーマジ食べたことない。アサリほれんそう。あ、マジ、アサリほれんそう、うまかったねあ、それ食べるわ、ほんと。うん、食べてみよう。食べるわ。ナルトヨメグらしいじゃん。そう、あ、でもまあ店舗によるけどねいつも一緒のところじゃないいつも一緒のところなんだけど、たまにちょっと気分で変えたりすると、うわ、ここもナルトねえんかってなるときは、あそこは痛いですけどねでも僕はもうそれで言ったらね、松屋。あー、ずっと言ってるね。松屋ね、多分帰国して10回以上行ってるね。ネギ玉、うん、ネギ玉ね。提供時間も早いし、サラダもあって、ネギ、卵、米、味噌汁。味噌汁あるからね、松屋はね。やっぱ絶対にその一つのプレートの中にお汁物がついてくるっていうのがやっぱジャパニーズスタイル、うん、これを欠かさない松屋大好き。いや、ずっと行ってるね、うん、松屋最高だよ。めちゃくちゃ松屋行ってるらしいよ。俺2回ぐらいだな、じゃあ松屋だと。あ、そんだけ。まあでも3、4回、いや、3、4回は行ったか、さすがに。ああ、ちょっと思ったよりチェーンレストランだったけどというわけで、ここから本題で。うん、本題ですよ。この度、僕たちそれぞれの個人チャンネルを開設しました。まあ、まだ何も動画は上げてないんですけどね、うん、はい、解説だけはしたという。そうで、まだお互いのチャンネル名をね知らないというね、うん、ワクワクですよ。そうですねいや、結局タビオロジってね、最初ダサーとか言ってたけど、うん、よかったからね。いやまあね、うん、タビオロジはすごくね俺はしっくりきてたよ最初から来たーと思ってそう、バカだったからかもしれないけどいやでもそんな自信なかったよ。そう、なんか2、3個候補あげてたよ。あ、あげてたけど、でもタビオロジって決まってからはもう、うん、もうタビオロジの津田なんだ俺はっていう、もうプロ意識は、プロ意識があって俺は。あ、そう、うん、というわけで新しいチャンネル名は津田から。そうですねいいでしょう。はい、僕の新しいチャンネルは津田は旅しかできない丸です。おー
なんか造語じゃないんだね。造語じゃないまたタピオロジーみたいなやつ作ってくると思った。めちゃくちゃジャパニーズじゃん全部。いやそうだね、確かになんかもっとぶってこないんだなっていう、うん、寂しさ。ぶまあでもぶってない、ぶってはないか。あ、最後の丸、うん、ちょっとかっ、いや最後の丸っていうかね、なんかいや言い方ちょっとぶってるよ。丸丸丸言うんだ、丸に意味をつけてたやん。いや自分でそうだね、さっき見て、あ俺丸つけてるんだと思って。丸、そうだな、うん、まあ、で丸重要だな。心は、心はこれこそね、タビオロジー以上に悩みましたけどね。多分20個ぐらい候補あったんですけど。そう、めちゃくちゃあった、ね、めちゃくちゃあった、ね、すげえ考えてた。多分2ヶ月間ぐらい。そのリスト送っといて。なんで、いやだ、絶対嫌だ。いや、なんで、いやいや、コメント欄で、いや、こっちの方が良かったですっていうコメントも欲しいな。送っとくわ。その中に、ここ出てる、そこの中にブリブリのかっこいい英語のスタイリッシュなやつとかあったの？ブリブリのやつ、ちょっと待って、もうあんま覚えてないんだけど。俺の好奇心とか、旅のとかね。ん？漢字で旅に脳みその脳とか。うわ。で旅、旅しか脳がないとか。あー新しいのでよかったね。なんだっけ、旅の脳に侵されてもう新しいの忘れたわ俺。ちょっとなんだっけ、新しいの、津田は旅しかできない。津田は旅しかできない。というわけで、津田は旅しかできないは、はい、まあ、概要欄から飛び込みになっているのでね。動画はまだ上がってないですか？上がってないですが、ですね、僕の旅はですね、まあ、2月28日に日本出国することが決まりまして、まず、さらっと。さらっとだね。あ、さらっと。流れ的に。流れ的に。で、最初の1カ国目は、USA。それ、経由じゃないの？ん？経由じゃなくて。一応 USA ですね。あ、一応 USA なんだね。とは言うものの、本土ではないですね。うわ。うっとうしい。うわ、そういう言い方するんだ、お前。いや、俺別に知らなかったわけじゃないからさ。やっぱ言い直してもいいな。今いらんか、今の一連のやつ。いや、お前っぽいな、ね。お前っぽいでいいや。プエルトリコですね。ああ、なるほどね。プエルトリコ。言えよ、最初からプエルトリコって。はい、あれ、プエルトリコなんだ、今思っちゃって。はい。一応ね、プエルトリコ、アメリカなんだよね。一応ね。プエルトリコで、で、その後、カリブ海をね、旅していきます。ドミニカ、ジャマイカ、キューバと旅して、その後またメキシコに入ってですね、まあ、メキシコシティ僕行ったことないんで、まだメキシコシティから入って、でそっから南下していくっていう形ですね。なるほど。航空券的にはまだプエルトリコまでのしか取ってないんで、まあそれ以降どんな感じの旅になるのかっていうのは、まあ臨機応変に自分の好奇心が赴くままに旅していきたいなと思ってますね。なるほど、はい。動画はいつ頃にやりそうなんだ？ああ、そうか、動画は3月半ばか初めですね、1本目は。じゃあ楽しみにしておきます。はい、チャンネル登録だけしてお待ちください。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ、大塚は旅しかできない。大塚は旅しかできない。まあそれでもいいけどね。いいんだ。純旅の方は、純旅の方は、新しいチャンネルは、新しいチャンネル、若干津田に確認しておかないといけないけどね。ん？僕の新しいチャンネル、はい、決まりました、はい、名前、はい、ジュンオロジー。もう確認しとかないといけないって言った時点で俺それだと思って。あ、そう。なんで？いや、もうそれまた使うんだっていうことでしょ。そうそうそう、オロジーまた使っていいかなっていう。いいでしょ。いいんだ、よかった。ジュンオロジーっていうチャンネル名で新しいチャンネルを作っていこうと、旅 YouTuber していこうと思います。じゃあインスタのアカウントとかも変えなくていいですね。そうですね、純オロジーなんでね、うん、そのメリットをね、生かした。馬オロジーも継続して言いますしね。うん、ダチオロジーも継続していますしね。ああ、そっかそっか。はいはいはい。結局、まあ旅オロジーなんで、僕は旅オロジーがなかったら YouTuber してないですし、僕もめちゃくちゃ考えましたよ。20個ぐらい考えて、俺も考えて考えてんじゃん。それは考えるでしょ。めっちゃ考えた上で純オロジーになったんだね。そう、めっちゃ考えた上で純オロジーになった。ちょっと充電ないわ。その他の20個の候補、なんか面白いやつ何がある？もう面白いやつって言われたらさ、なんか言いたくないやん。俺面白いやつないのとは聞いてねえからな、お前に。旅下ろし的な面白いかどうか。あ、造語ってことね。造語だったりとか、ぶってるやつ。あ、めっちゃあるわ。造語。いや、造語というか発表してあげて。
わぁ、フランキーればよかったな、俺お前に。恥ずかしいな。ハッピーヒッピーとか。あー、なるほどね。さすらいヒッピーとか。あー、もうヒッピーね。何々ヒッピーかな。うん。いろいろ巡った結果、オロジー欲しいなってなった。結局お前は旅オロジーが好きってことだな。旅オロジーの名前が。そうだよ、うん、うん。お前はそうでもないと。いや好きだけど。名付け親は津田ですからね、うん、で、僕は旅は6月中旬ぐらいからしようと思ってます。まだ航空券は買ってないんですけど、6月の頭にちょっと金子屋ののライブに応募してて、まあそれはどれか当たる予定なので6月中旬となりました。で、まあ僕の旅はスペイン語話せになりたいって前も言ったと思うんですけど、とりあえずスペイン語の勉強をしたいので、メキシコから入って、メキシコかグアテマラで 3,4 ヶ月沈没しながら、スペイン語の勉強をするつもりです。で、その後また中米から南下して南米に入っていく予定です。というわけで、めっちゃ近くね。うん、お前さ、ルートも似てるし。6月ぐらいまでどこにおんのって話だよね。いやね、メキシコかグアテマラとかにいるんじゃない、もしかしたら。お前さ、お前さ、アフリカ行けよ。一旦南米だよね。まあ別にどっちもいいんだけどさ、お前の旅だから、まあ特に期待しないでくださいね。別に避けるわけではないけどね、お互い、うん、ただ別に変な期待されても困ります。そうです。おのおの楽しむんで、それぞれの旅をって感じですね。僕も概要欄からチャンネル飛べるようにしておくので、動画は6月になるか、もしかしたら日本滞在中にも開けるかもしれませんし、その時はご視聴、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。って感じですね。って感じですね。はい、はい、おのおの楽しい旅を、もう自分がしたい旅をね、自分が作りたい動画を作っていくと思うんで、はい、本当に楽しみにしててください。よろしくお願いします。本当に楽しみが2倍になったと思って、はい、そういう感じで見ていただけると嬉しいです。はい、お願いします。お願いします。というわけで、しっかり一旦旅オロジーからの動画は以上になりますね。そうですね、うん、まあ、また 2,3 年後どっかの国で一緒にライブ配信しようと思うので、その時を楽しみにしていてくださいね。待ってます。たくさんコメント、ご視聴、その時よろしくお願いします。お願いします。他ありますか？いや、大丈夫です。オッケー。というわけで、アスタルエゴ。またね。またね。